皆さんまたお目にかかりました。健康的なチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日は後ろの渋谷のスクランブルスクエアを撮ろうということでやってきたんですが、今回使うレンズがこのキキナーのオペラ 16-28F2.8FF ということで、16mm のワイドレンズで撮ってみようというわけなんですね。このレンズ、前のレンズが出っ張ってるのでよく魚眼レンズじゃないかといったことを聞かれるんですが、実はこれは魚眼ではなくって超広角レンズ、周辺の線もまっすぐちゃんと映るということを狙って作ってるレンズです。この前に出っ張ってるというのは周辺光量の確保であったりとか、あとは周差の補正といった点で有利だということで、こういったスタイルをとってるということなんですが、まずはこの位置から渋谷のスクランブルスクエアを撮ってみたいと思います。まずは水平出しをちゃんと確認していって、ライブビューを見てみるとこういった感じですね。渋谷のかなり遠くの方、ここは道玄坂の上なので遠くの方にスクランブルスクエアのビルが見えるといった感じになってます。ここで撮影をしていきます。はい、1枚撮りました。この空の青さが時なブルーといったところで、オペラ16-28の良さを生かしたところかと思います。そして周辺のビルそれぞれの線がまっすぐ出てますね。ここが樽型に曲がったりするようなレンズだと周差があるということになるんですが、こういった直線のところもきっちり補正されているというのがこのオペラの良さです。はい、渋谷駅のこの渋谷スクランブルスクエアのビルの真下にやってきました。結構大きいビルなのでスマホのレンズではとても入らないんですが、ここでオペラ16-28の 16mm 側で撮るとどこまで入るかということを検証してみたいと思います。はい、実際ここで構図を撮ってみたら、スクランブルスクエアどころか隣の光へまで余裕で入るといった感じですね。これで撮っていこうと思います。今 F8 の200分の1秒といった感じですね。先ほどの場所だと余裕で 16mm で入りすぎたという感じなので、本当にスクランブルスクエアの真下までやってきました。こういった感じ、スマホだとなかなか入らないといった感じなんですが、このオペラ 16-28 だったらどうなんでしょうか。もう真上に向きすぎてカメラの取り付け位置もハンドルを雲台の前後を逆にして取り付けてるといった感じで取り付けています。この状態でもオペラ16-28の 16mm 側、楽々でスクランブルスクエアのビルを捉えています。で、このビルの線が直線に出てるというところや、トキナーブルー、この青空が映り込んだ窓の描写などもご覧いただけるといいかなと思います。これで撮影していきたいと思います。今日はオペラ 16-28F2.8FF を使ってこの渋谷のスクランブルスクエアを遠くからと中くらいの距離、そして近くから撮ってみました。トキナーブルー、青の描写がすごく魅力的なレンズですので、ぜひ都市風景の撮影にオペラ 16mmF2.8FF ご活用いただければと思います。